疲れ様です。まあ世の中ね、基本的には自己責任ではありますけども、自己責任が極まっていくと、その自己責任の波に乗れなかった人が多数派になっていくっていうこともあるんですよね。で、そうやってまあこぼれたという表現が適当じゃないのかもしれませんけども、あえてこぼれたというなら、そういったこぼれた人を放置しておくような世の中なのか、それともそういった人にも自由と権利をやっぱりね、強いものが与えていく世の中なのかってことについて、なんかいろいろとね、世の中の動きが変わっていくのかなと思いますけども、まあロスジェネ世代を中心として、自分の努力とか自分の個人的な運の結果ではなくてね、どうあがいてもどの阿弥陀くじも外れっていうものを押し付けられた人っているはずなんですよ。で、そういった方が最初は少なかった一部の方だったんだけども、でもだんだん増えていって、なんかこの世の中おかしいよねと。そしていつの間にか、よらば大樹の影っていう言葉が昔からありますけどもね、現政権にすり寄る、寄り添うというよりもすり寄るですよね。こういった、まあある意味ね、スネオ的な発想の人が増えていって、でも自分なりのアイデンティティを守りたい人がいて、今日本っていうのは、なんか分断をすごくね、進んだ世の中になってきたんじゃないかなと思います。で、基本的にはよらば大樹の影で寄った人はいいんですけども、寄れなかった人ね、やっぱりこう一人一人自分のアイデンティティ、個人であるってことを大切にした方がどちらかというと今追いやられてきてるのかなと思うんですよ。そういうところに令和新選組山本太郎さんっていう人が旗揚げをしてくださってね、私のバックはたった一人のあなたですと、それからこの国を救うっていうのは目の前のあなたを救うことから始まるんだよと、こういうふうな分かりやすくて考えてみれば当たり前のメッセージを伝えてくれたことに非常に共感する人が多かったのと、あ、確かにそういうことだよねっていうふうに気づかされたところが多かったのかなと思うんですよね。で、私もやっぱり基本的には自己責任で、自分の面倒は誰も見てくれないと、他者のために面倒を見る余裕もないっていうところから始まったんですが、ビジネスをやっていくとね、誰かのためにやらなければビジネスにならないわけですよね。そう考えていくと、ビジネスがうまくいくっていうのは本当に自分のメッセージを受け取ってくださった方のおかげだなっていうことに気づいて、売れれば売れるほど、やっぱりね、自分の実力、自己責任ではなくて、あ、結局人が一人でできることってたかが知れてるよねと。やっぱり多くの方が自分のことを許してくださるから、こうやって歩んでいけるのかなと思うと、だんだんね、山本太郎さんが言おうとしてることがなんかね、自分に近くなってきたかなっていうのと、自分がまあ近寄っているってところもあるんですけども、言ってみれば山本太郎さんは16歳の時から芸能界に入って、そっからね、言ってみれば勝ち組人生ですよ。まあ、言ってみればね、あの山本太郎さんが政権と風向きに忖度して、そっちの方に気に入られる人生も歩めたはずなんですけども、山本太郎さんの中のね、正義感がね、今きっと私たちに顔を向けてるんじゃないかなと思いますよね。だからそこにやっぱ答えずして何とするというところもありますよね。基本的には自分の暮らしが恵まれなければ人生なんてね、なんだこいつはとか思うんですけども、でもやっぱりね、周りの人が幸せだからこそ自分たちも幸せになれるっていうんですかね。私今こういう暮らしになって思うんですけども、家族の誰かが大きな問題を抱えていたら、やっぱりそれが元でね、自由にはやっていけないところがあると思うんですよ。で、逆に家族が何か問題を抱えても自分の力で守ってあげれるようなね、自己責任ならぬ他者責任っていうのかな、どういうのかな、自分の責任じゃないところまでおせっかいにもね、こう手を出せるようになって、やっと自分なんだろうなと思いますね。やっぱまあね、皆さんのおかげですからね。はい、まあごちゃごちゃっとしたこと言いましたけども、今日も頑張っていきましょう。今日もね、山本太郎さんとレア新選組の動画をいろいろ編集していこうかと思います。それじゃあ。